道路交通情報通信システム。道路交通情報通信システム。道路交通情報通信システム。ビックスは、日本の一般財団法人道路交通情報通信。システムセンター。略称、ビックスセンターが、収集、処理、編集した道路交通情報を通信、放送メディアによって送信し、カーナビゲーション、以下、カーナビなどの車載装置に、文字や図形、 地図などとして表示させる国内向けのシステムで、あ、道路上に設置した情報発信装置、ビーコンや FM 多重放送などにより、交通情報を提供するものである。高度道路交通システム、ITS の一翼を担っている。v i x によって提供される情報としては、渋滞情報、所要時間、事故、故障者、工事情報、速度規制、車線規制情報、 駐車場の位置、駐車場、サービスエリアパーキングエリアの満車、空車情報度がある。これらの情報は、日本道路交通情報センターが、都道府県警察、道路管理者から収集したものである。ビックスにおける、情報通信、情報提供は、いわゆるビックス、ビックスワイド対応カーナビ等に限定されるのではなく、FM 放送電波、FM 多重放送、 路側設置の光ビーコン、電波ビーコン、2.4GHz 帯、DSRC、5.8GHz 帯など多様な通信、放送メディアによって行われている。これらの情報を取得して、カーナビで利用するためには、各方式に対応したカーナビを使用する必要がある。他、光ビーコン、電波ビーコン、DSRC の提供情報を利用するには、 それぞれの対応ビーコン機器や ETC2.0、車載機等を車載し、太陽カーナビに接続する必要がある。2010年、平成22年後半頃から、ITS スポット用、DSRC 路側機、マイクロ波、5 8 g h z 対、占有周波数帯幅、4.4MHz が整備され、情報提供が行われている。これは、 教育通信用基地局である。旧来の電波ビーコン 2.4GHz と比較して、情報提供量が非常に多く、近距離と広域の簡易図形で最大4枚。従来は近距離1枚、より広範囲な進行方向に、最大約 1000km までの高速道路の情報や、インターチェンジ付近の接続道路、並行する一般道路情報。 エンドオライブカメラの映像などが提供される。ビックスとしては初めて音声案内が可能となり、またビーコン直下でなくても、道路上の任意の箇所で案内を行うことで精度の高い情報提供が可能となっている。従来の電波ビーコンでは、ビーコン直下でしか案内できなかった。ITS スポットを使ったサービスを ETC2.0 と呼んでいる。ビーコンは全国の高速道路、 有料道路と一部の幹線一般道に整備されており、2017年、平成29年4月現在で約1700基設置されている。電波ビーコン 2.4GHz は高速道路や都市高速を中心に道路脇に設置されている純マイクロ波 2499.7MHz、専有周波数帯幅 85kHz。 おおむね2 0 0キロメートル程度前方までの高速道路の情報を提供している。都市部では並行する一般道路の情報も提供する場合もある。2017年4月現在、ビーコン数は全国で2869機。電波法令上は水防道路用特別業務の壺である。老朽化からビーコン数は減少傾向にあり。 2022年3月31日に情報提供を停止し、その後は ITS スポットからの提供に一本化される。車載機、受信機は電波ビーコン 2.4GHz 用と ITS スポット用で互換性がなく、前車は主にビーコンユニットの中にセットされているが、後者は ETC2.0 対応車載機。 DSRC 車載機を利用しているため、対応車載機と対応ナビをつなげる必要がある。DSRC 車載機には ETC 機能が内蔵されており、ETC 車載機としても利用可能。当初はセットアップ時には DSRC のセットアップと ETC のセットアップを個別に行わなければならず、1台の車載機に対しセットアップ手数量が20にかかって、 いたが、2015年時点では、ETC2.0 車載機のセットアップを行うと、DSRC 部のセットアップと同時に、ETC のセットアップも行われる。都市部やその周辺の主要な一般道路を中心に、道路上に設置されている、光学式車両感知機。赤外線による通信で、車速時速 70km 以下に対応する。 前方 30km 程度先までの一般道の情報を都市部では加えて周辺の高速道路の情報も提供する。2017年3月現在、ビーコン数は全国で約3万5千箇所、約5万6千0機。一般道に設置されている渋滞センサーには単純に渋滞の有無を検知するだけの逆ラッパ型のもの以外に、 個々の車両に搭載されている光ビーコンユニットが持つ ID 番号を受信するものがある。これは受信した ID 番号をビックセンターにて集計、ある ID 番号が一定区間における実際の通過所要時間を計算し、より正確な渋滞情報として活用するものである。なお、ビーコンユニットが持つ ID はエンジンをかけるつど、つまり、 ビーコンユニットの電源が入るたびにランダムで ID が生成されるので自動車が持つナンバープレートとは違い ID のみで特定車両を追跡するのは極めて難しい各地の NHKFM 放送の放送波に多重化して都道府県単位の広域情報を文字多重放送で提供している2008年4月現在放送局数は期間局53局 中継局465局。また、2015年4月より従来サービスを拡張、強化したビッグスワイドサービスが開始された。伝送容量を2倍にすることで新たに以下のサービスが追加された。ビッグスワイドサービスは、サービス開始以降に発売されたカーナビであれば対応している。従来の機種でもファームウェアの更新で対応する場合がある。 FM 多重放送はダークを使っており、変調に LMSK レベルコントロールドミニマムシフトキーイング、誤り訂正に赤符号が用いられている。ッ i x による各種情報は以下の3パターンによって表示される。いずれも上記のどのメディアからも取得することができるが、メディアによって提供範囲が異なる。出典楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。